今日名古屋市南区にオープンしたのは、中京銀行の支店に愛知銀行の支店が移転した共同店舗です。東京支店と大阪支店に続いて3店舗目で、愛知県では初めてとなります。愛知フィナンシャルグループによりますと、2025年1月1日に合併する両行は、愛知銀行の発足に向けてシステムの統合と拠点を再編する準備を進めていて、共同店舗は運営コストの削減や顧客サービスの向上などにつなげるためだとしています。お姉さんも愛知銀行、私は中京銀行。両方とも利用できるいうことはね、いいことじゃないですかね。来月には名古屋市中村区の支店が共同店舗化される予定です。